南アジアにおけるヒンドゥスターニー語使用地域図。濃い緑がボゴワ社地域、緑が公用語地域、薄い緑が大二言語としての和社が多い地域ヒンドゥスターニー語はインドアーリア語派に属する言語で、一般にはインドの公用語、ヒンディー語、およびパキスタンの公用語、ウルドゥ語として知られる複数中心地言語である。インドは大陸北部に、 ヒンディーベルトと呼ばれる方言連続体を形成しているが、デリー方言が中心的な方言であり、標準ヒンディー語、標準ウルドゥ語はいずれもデリー方言を基礎としている。南アジアのリンガフランカであり、和舎の多く住むフィジーでも公用語の一つとなっている。また、北部インドからの移民の多かったトリニダードトバゴやガイアナ、スリナムにも和舎が存在する。 ヒンドゥスターニー語という語は、いくつもの異なった意味で用いられる。デリーを含む地域で話される、自然言語。インドアーリア語派中央語群の二種ヒンディー諸語の一つで、カリーボーリーとも呼ぶ。ウルドゥ語やヒンディー語の基盤になった。19世紀に、インド総督のウィリアム・ベンティングによって、インドの官庁で使われる、公用語に定められた言語。ウルドゥ語から、 極端なペルシア語の影響を除いて、一般民衆の言語に近づけたもの。インドの独立語は、公用語としての地位を失った。現代におけるウルデュー語とヒンディー語の共通部分、または、両者の中間的形態、または、両者の総称。ヒンドゥスターニーの名称は、当初、第2の意味であり、インドの言葉を意味した。18世紀末に、ベンガル総督のマクファーソンの時代に、 イギリス人によって命名された。新インドアーリア語の一つであるヒンドゥスターニー語を基盤としてウルドゥー語が成立したが、この言語には上層としてペルシャ語やアラビア語の語や文法の影響が極めて強い。これらの釈用語は多くの固有語を背後に追いやった。あとのヒンディー語成立の際の言語順化でも、 これらの固有語を復活させることはせず、代わりに、サンスクリットからそのままの形の単語を新たに、直接借用する形をとった。これらの文化は19世紀頃起こった。現在では、ヒンディー語とウルル語の総称として、また両言語の和者が日常生活に用いる、両言語の根拠、中間形態を指す言葉としても用いられる。 これはおそらく北インドから西インドにかけての事実上の共通語であり、各地域言語別に大別されるインド映画のうち、ボリウッドと呼ばれるヒンディー語娯楽映画においても通常を用いられる。諸方ことの中ではデリー方言が最も権威があり、ヒンディー語、ウルデュー語ともにデリー方言を基盤にしている。その地位の高さからインド語派に属する近縁の言語のみならず、 ドラビダ諸語に属する南インドの言語にも強い影響力を持ち続けてきた。上層言語として、サンスクリット、ペルシア語、アラビア語を持つケウな言語であり、高級語彙の供給元の豊富な言語である。ヒンドスターニーとは、ヒンドースターンというインドを指す別名から来ており、ヒンドスターニー語、ヒンドースターン語、ヒンドースターン語やヒンドスターン語とも言う。 ガズニアサのマフムードによるインド侵攻、およびその後のデリー・スルターン・朝以来、チュルク・ペルシャ系のムスリム主配層はペルシア語を公用語として用い、それまでの古典語であったサンスクリットの地位は学術的、文化的なものにとどまるようになった。デリーとその周辺で話されていたカリーボーリーと呼ばれる言語がペルシア語やアラビア語の影響を受けてウルデュー語が成立した。この言語は スーフィーの伝道者によって南部に広がり、そこでバンダナワーズラによるウルデュー文学が花開いた。この文学は民衆への不況を目的としており、ペルシア語の影響は比較的少なかった。ティムール帝国の末裔バーブルがインドに樹立したムガル帝国では、当初ティムール朝の伝統を引き継ぎ、ペルシア語が公用語であった。他にチャガタイ語も公用語だったが、 東ティルク語を基礎とした言語であったことから、ムガル帝国が遊牧国家としての性質を失って、インドに馴染むにつれ、急速に衰退していった。ムガル帝国下では、17世紀にウルドゥ語文学が発達していく。アラビア語やペルシア語からの借用語はさらに増大し、また学者たちによって文法や綴りが整備されていった。なお、この言語が、 ウルデュー語と呼ばれるようになったのは19世紀以降であり、それ以前はしばしばヒンディー語と呼ばれていた。インドに支配の手を広げたイギリスは当初ペルシア語を公用語としていた。しかしペルシア語が民衆の言語と乖離しているため、ウルデュー語から極端なペルシア語、アラビア語の影響を除いて、これをヒンドゥスターニー語と名付けペルシア語に変えて、 公用語とした。イギリスは、リチャード・ウェルズリーがカルカッタに創立した、ォート・ウィリアム大学を中心にこの言語を発達させた。それまでのウルデュー語の作品は大部分が陰文であり、散文は19世紀以降、イギリスの奨励によって発達した。ヒンドゥスターニー語は、インド全域において、初等教育の重要科目になった。1835年には、英語が、 公用語に定められ、ペルシア語に代わって英語が新たな上層言語として、ヒンドゥスターニー語の上に被さることとなった。イギリス統治の後半から、イギリスの分断政策もあり、イスラーム教徒とヒンドゥー教徒の間で確執が深まった。両者は、インドの公用語となるべきヒンドゥスターニー語の正式な表記文字を、デーバナーガリー文字とアラビア文字のどちらにするかをめぐって、争い始めた。 そもそも、インドの知識人は、大抵の場合両方の文字を使えたため、デイバナアガリーとアラビア文字のどちらで表記するかについては、本来ならさほど大きな問題ではなかった。だが、オリシも、世界的なナショナリズムの公用期にも当たっていたため、文字表記の問題は、イスラーム教徒とヒンドゥー教徒の間の格好の火種となり、問題は単なる文字表記にとどまらず、 言語規範そのものにまで及ぶことになった。ヒンドゥー教徒側は、ウルドゥー語中のアラビア語やペルシア語からの借用語を、サンスクリットに変え、ヒンディー語という規範を構築していくことになる。一方、イスラム教徒側は、こうした、言語循化運動を行わず、このため、アラビア語やペルシア語からの借用語はほぼそのまま保持、された。こうして、恋の面で、 ヒンディー語との差異が現れるようになったウルドゥー語は、イスラム教徒の言語と政治的に主張されるようになった。言語分断が進んでいく中、ジャワハルラアルネルやマハトマガンディは、ウルドゥー語とヒンディー語という二つの規範の再統合と、両言語の中間としてのヒンデスターニー語の国語化を訴えた。また彼は、すべてのインド国民がアラビア文字、 デーバナーガリー文字の両方を学ぶことを主張した。しかし彼の主張はあくまでお互いの文字に固執する両京都の側から受け入れられなかった。このことは独立運動における両京都の関係の疎遠化をも招き、結果的にはインドとパキスタンの分離独立という悲劇的結末を迎えることとなった。分離独立後、ヒンドゥーとムスリムの融和の必要性が弱まったため、両国ともに ヒンドゥスターニー語の国語化の動きはほぼなくなり、インドはヒンドゥスターニー語ではなくヒンディー語の公用語化の議論がなされるようになった。共通のヒンドゥスターニー語公用語化の動きこそなくなったものの、分離後のインドパキスタン両国はいずれもヒンドゥスターニー語に含まれる言語の公用語化を目指した。インドは首都デリーを中心として北インドに広いヒンディー語圏を持ち、 国内の言語の中で最も話者数が多かったことから、北部諸州選出の議員を中心にヒンディ語公用語化の動きが強まったものの、これは非ヒンディ語圏、特にヒンディ語と全く言語体系の異なる南インドのドラビダ諸語圏から強い反発を受け、政権議会において議論の焦点の一つとなり、1950年に制定されたインド憲法においては、 ヒンディー語を公用語とするとともに、1965年までは、英語も公用語として併用することが定められた。1956年には、同一言語使用地域を一つの州として再編成する言語集化が行われたが、ヒンディー語圏は非常に広大かつ人口が多かったために、州の分割が行われ、ラージャスターン州、ウッタルプラデーシュ州、ビハール州、 マディアプラデーシュ州の4つの州が設置された。1965年には憲法における英語併用期限が切れ、南インドを中心とするヒンディー語州では、激しいヒンディー語公用語化反対運動が巻き起こった。結局、ダール・バハードル・シャーストリー首相は単元語化から2週間後に、英語の広範な公用仕様を確約し、事実上の公用語二言語制を継続することで、 この暴動は収束した。1966年にはパンジャーブ州が東西に分割され、東部新州のハリアーナー州はヒンディー語州とされた。パキスタンのウルドゥ語公用語化はインドよりもさらに混乱を伴った。インドでは北部の多数の住民がヒンディー語を母語としていたのに対し、パキスタンでウルドゥ語を母語話者としていた人々は、 人口の1割以下に過ぎなかったためである。西パキスタンでは、パンジャーブ語やシンド語の話者が多数を占め、ウルドゥー語話者は、都市部の少数にとどまっていた。しかし、パキスタン建国を推進した全インドムスリム連盟は、ウルドゥー語をイスラム教徒側の柱の一つと考えており、また、パキスタン総督のムハンマドアリージンナーをはじめとする、政府首脳はほとんどインド側に地盤を持っていた。 ウルドゥ語話者であったこともあって、話者が少ないにもかかわらず、ウルドゥ語はパキスタンの国語とされ、国民統合の中心を担うこととなった。しかし、このウルドゥ語国語化は大きな問題を抱えていた。最大の問題は、指導者と地元住民が異なる言語を話すようになってしまったことである。ほとんどの指導者がインド領となった地域から逃れてきており、地元住民の多くとは、 話が通じなかったことは民主政治の阻害と中央集権による独裁性の台頭を促した。それでも西パキスタンではウルドゥー語公用語化は摩擦を伴いつつも受け入れられ徐々に話者も増加していったがこの方針は東パキスタンでは激しい反対を受けた。多数の言語が存在する西に対し東はベンガル語話者がほとんどを占めていた上東では ウルドゥー語には馴染みがなく和者もほとんどいなかったためである。しかし、パキスタン政府首脳は東の要望を無視してウルドゥー語のみの公用語化方針を堅持したため、東ではベンガルナショナリズムが激化することとなった。この問題は武力衝突を招くなど東西間の対立の焦点となり、1956年に制定されたパキスタイ憲法では国語を ウルドゥー語とベンガル語の二言補正にするなどの情報も行われたものの対立は激化していき、最終的に1971年のバングラデシュ独立戦争によって国家分裂と東パキスタンの独立を招くこととなった。バングラデシュ独立後、ウルドゥー語はパキスタンの唯一の国語となり、公用語の英語に次ぐ地位を占めるようになった。2015年には公用語を英語から ウルドゥ語に変更するように、パキスタン最高裁判所は命じた。ヒンディー語とウルドゥ語は共に、デリー方言を基盤として整備された経緯があるため、初期言語としては、多少の溝はあるものの、日常言語としては依然として一体性を持った、一つの言語である。ウルドゥ語は19世紀頃には、詩作に用いられるようになっており、優れた詩人が多く排出されたが、 インド・パキスタン分離独立時にこうした詩人の多くは政治的動乱を避けてムンバイの映画界に流れ込みインド映画の音楽を多用するスタイルに大きな影響を及ぼすとともにボリウッド映画に口語的な両言語の混合体をもたらすこととなったインドでは1950年以降ヒンディー語は英語とともに公用語となっており使用人口は4億2000万人 インド総人口の41%が使用する国内最大言語となっている。また州レベルでも、ラージャスターン州、ハリアーナー州、ヒマーチャルプラデーシュ州、ウッタラーカンド州、ウッタルプラデーシュ州、ビハール州、ジャールカンド州、マディアプラデーシュ州、チャッティースガル州の北部にある9つの州と、首都デリー、アンダマンニコバル諸島の2つの連邦直轄領において、 公用語と定められている。また、ウルドゥー語も和社人口が5150万人を数え、総人口の5%、和社数でインド語位となっている。憲法の第8不足において定められた22の指定言語の一つとされており、またジャンムーカシミール州の公用語ともなっている。インドのヒンディー語は和社数の多さと公用語に指定されたことに代表される言語の地位の 工場によって文化的な面での使用も増加傾向にある。ヒンディー語新聞は独立以後急速にその発行部数を拡大し、1979年には英語誌の総発行部数を抜き去り、さらに拡大を続けた。2016年のデータでは、デイニック・ボスカーやダイニック・ジャグランのように発行部数が300万部を超える大新聞も出現している。また、 インド映画においてもヒンディー語の果たす役割は大きい。インドでは国内の各言語で映画が制作されるが、中でもヒンディー語映画はテルグ語と並んで最も映画作成本数の多い言語である。ヒンディー語映画は主にムンバイで制作され、ヒンディー語圏の北部諸州で上映される。ムンバイの映画界はボリウッドと呼ばれ、インド映画の中でも中心的な役割を果たしている。 また、ヒンディー語映画やテレビは、と言語の州でも放映され、それらの州に、ヒンディー語を広めることにもなった。パキスタンのウルドゥーコは、国語となっているが、ボゴワ社は、国民の8%に過ぎない。これらのボゴワ社のうちで大きな割合を占めるのが、人口の7.6%を占めるムハージルである。ムハージルとは本来、インパ分離特立の際に、 インドから流入してきたイスラム系移民のことを指すが、そのうち過半数を占めたパンジャーブ人は現地に同化したため、集団としてのムハージルは主にシンド州に定着した人々のことを指す。ムハージルは北インド出身のものが多く、そのため彼らの多くはウルドゥ語ゴ者社であり、パキスタン移住後もウルドゥ語ゴを使用し続け、1970年代には新たに民族として位置づけられるようになった。 このように、ウルドゥー語母語話者はパキスタンには多くないものの、イスラム教と共に国民統合の中心を担うものとされており、初等、中等教育では必修科目とされ、教授言語もウルドゥー語となっている。こうしたことから、第二言語として、ウルドゥー語を使用できるパキスタン人は多い。ウルドゥー語の新聞や雑誌は1999年には、 パキスタンの総発行点数のうち8割を占めており、放送もウルドゥー語による番組が多い。一方、特に、シンド語を話す、シンド人の間では、ウルドゥー語に対する反発が根強い。これは、シンド州の都市部に住みある時に、ウルドゥー語を母語とするムハージルとの民族的対立のためであり、1972年に、シンド州が、ウルドゥー語に加え、 シンド語を修行用語に指定した時には、両民族間で死者を出す衝突が起きた。また、ウルドゥー語の母語ア社は少ないものの、最大民族である、パンジャーブ人の話すパンジャーブ語とウルドゥー語は、文法的に似通っているために習得が容易であり、これも、他地方からの反発を招いている。フィジーにおいては19世紀後半にフィジーヒンディー語が成立して以降、 ポリネシア系フィジー人の話すフィジー語とインド系のフィジーヒンディー語が二大言語として使用されてきた。しかし、かつてフィジー人をしのぐ人口比を誇っていたフィジーのインド系は1987年のフィジー系のクーデターによる政権ラッシュ移行に海外へと流出し2007年には36%にまで急減した。これによってフィジーヒンディー語の話者及び影響力も 減少傾向にある。北、インドからの移民の多かったカリブ海東部地域、特にトリニダード・トバゴ、ガイアナ、スリナムといった国々では、インド系住民が最大民族となっており、ヒンディー語やウルドゥー語がインド系住民の間で使用されている。これらは総称して、カリブ・ヒンドゥスターニー語と呼ばれる。しかし、 トリニダードトバゴとガイアナの公用語は英語、スリナムの公用語はオランダ語であり、カリブヒンドゥスターニー語は民族内の一言語にとどまっている。前述の歴史的経緯から、ヒンディー語はデーバナーガリー文字、ウルドゥー語はアラビア文字系のウルドゥー文字で表記される。特にインドでは1950年にデーバナーガリー文字で記されたヒンディー語が公用語として指定されている。 互いの言語の和者が文字でコミュニケーションを行う場合、ラテンアルファベットを用いた代用表記を用いることがあるが、この表記は標準型が確立されておらず、和者によってまちまちな綴りとなる。以下に、デーバナーガリー文字及び、ウルドゥー文字の表記をそれぞれ示す。ガンジーの夢見た統一インドを未だに理想とする一部の知識人の中には、 ヒンドゥスターニー語の再統合を主張するグループが存在している。また、実用的な観点からこの意見を支持する人もいる。この意見に沿えば、まずは、ムスリムヒンドゥー領教徒にとって、中立な文字であるラテンアルファベットを用いた聖書法をインドとパキスタンが共同で定め、両方の国民にそれを教えることになる。この場合、ウルドゥーとヒンディーの和者が文書で、 一疎通する際の表記法が標準化されるため、利便性が増し、ヒングスターニー語の一体性を強く保ち、言語の分裂を阻止するのに役立つと考えられる。それに続いて、ウルドゥ語とヒンディー語という二つの文語規範を調和させ、インドは大陸のすべての住民が、自らの言語として使うことのできる、共通語としてのヒングスターニー語を復活させることになる。現状でも、 ボリウッド映画では、両言語の混交体が使われていることから、これが共通規範構築の参考になるものと考えられている。ヒンドゥスターニー語のインパ関西語参照ヒンドゥスターニー語は、インドパキスタイ系移民の海外進出に伴って、広く世界中に拡散した。定着した場所によって、周辺言語の影響を受けつつ、独自の変化を遂げている。 とりわけフィジーのヒンドゥスターニー語は、同国の公用語の一つとなっており、ヒンディー、ウルドゥーとは別個の、第三の言語規範となる可能性を持っている。海外のヒンドゥスターニー語の処方ことでは、大抵の場合ヒンディー語と同様に、デーバナーガリー文字で、聖書法を定め、言語規範はほぼヒンディー語式であるが、これは、インパカンの国力差やヒンドゥスターニー語話者の比率を反映しているとされている。 インド系移民の子孫が多く暮らすフィジーでは、ヒンドスターニー語が公用語の一つとなっている。フィジーヒンドスターニー語と呼ばれる、この言語は、主に南東部の方言を基礎に成立したため、規範としては、ウルグー語より、ヒンディー語に近く、聖書法もデーバナーガリーのみを採用している。フィジー語やピジン英語などの影響を受けている。マレーシアやシンガポールには、 英両統治期に移住させられたインド人移民の子孫が多く居住している。彼らの間では一般的にタミル語が用いられているがヒンドゥスターニー語も広く使われている。マレー語や中国語の南方方言からの借用語が多く見られるのが特徴である。聖書法はほぼヒンディー語と同じである。ありがとうございます。